の順番で出します。普段歩いてるときは右手の左足、左手と右足という形なんですけども、青鳥は前に出る方は右手右足、左手左足になります。これをちょっとリズムに合わせてやっていきますので、手を上げ、これワンハンドで戻りですね。でいきますよ、戻ってください。
これが、青鳥です。本日の青鳥はですね、西の徳島東の公園に来ていただいて、3日間で100万人でやっております。100万人来ていただいています。踊り子は1500万、500万。できればね、いろんなところで青鳥やりたいって、また来年も呼んでいただければなと思っております。で、実績には、今日もね、この天気がいいです。冬でも夏でも構いません。もし機会があったら、呼んでください。じゃあ、踊りながら流して、今日の踊りは終わりになりますけれども、寂しいところで今ありますけれども、ぜひね、拍手でもいただければ子どもたちの励みになると思いますので、よろしくお願いいたします。じゃあ、一回やってみたけれども、これからまた同じ印象を通して講習会場まで行って帰ります。